おい、うわ、びっくりした、何？ブラダブ、お疲れ様です。職場での先輩からの呼び名がおい。おいじゃないです、プラガブチャンネルです。もう皆さん買いました、マカツキ。いや、私ね、友達に買いに行ってもらいました。あの地元のね、お店のツイッターとか監視してるじゃないですか、仕事中に。入荷20分後に売り切れるとかね、結構ザラだったんですよ。もう絶望感半端ないですよね。で、まあ視聴者の方もね、地元のお店で買いに行って、もうラス2とかラス1とかね。はい、ということで今回は延期されまくってたと思うんですけども、待ちに待ったマカツキちゃんをですね、レビューしていきたいと思います。これあれですよね、確か6275円とかだったと思うんですけど、箱の大きさの割に割と安めですよね。だいたいこのボリュームだとね、まあ、いつも7000円以上取ってくるかなってか。うわ、あー、でもそんな多くない、そんな多くない。あの、な、何これ、でかっ。これ完全にケツの切り身じゃん。やばいな、ケツの切り身だこれ。昔こんな形のおがあって話題になりました。そういえばこのキット、説明書の誤表記があるらしいですね。まあ、これが問題の誤表記の部分なんですけども。これは腰の部分のパーツですな。まあ、こいつですな。これをね、なんか先につけろと言ってるわけですよ、説明書では。まあ、これが誤りだとね。で、あとこれは後からつけれないじゃんってなる。うわ、すっげえ。うわ、ケツの切り身だ。これ塗装済みのパーツですね。これフレーズ系の素体ってやっぱおへそがねいいよね、このお腹周りの。あー、はい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 。あ、これはねアウトですね、アウトアウト。これあのちょっと引っかかるわ。はい、なんかできちゃいました。え、これマジでやばいじゃん。はい、これが素体モードっていうか、くの一モードですね。これひどい。いや、かわいいね。やばいね、これ。後ろ姿とか完全にもうほぼ裸ですね、これ、下半身。え、もうこれね、人に見られたら完全に言い訳つかないですよ。普通に収益制限かけられてもおかしくないレベルの露出だと思いますね。これは、エロプラモですね、これ。エロプラモ。うん、私が認定します。これもエロプラモです。だなぁ、これクリアパーツも使ってるし。ちょ、今から全く関係ない話していいですか。あの、さっきの素体はくの一モードってやつらしいんですけど、私忍びのものとちょっとした因縁があるんですよ。三重県の伊勢市に忍者キングダムってところがあって、まあ、友達と遊び行ったことあるんですけどね。めっちゃ忍者いるんですよ、そこ。忍者屋敷とか刀剣館とか色々あるんですけどね。賭場もあって、で、まあ、忍者と賭け事ができるんですよ。あの、あれ、時代劇でよくある、こう、コップの中にサイコロ入れて、ハンカチョーカーみたいなね、あの、当てるやつですよ。で、あの、1000円かけて、ものの5分で巻き上げられたっていう、うん。そういう話なんですけど。おい、うわ、びっくりした、何？いい加減サブチャンネルの告知をさせてもらうぞ。視聴者のレジスタンス諸君、ネタ動画中心のサブチャンネルがあるから、この動画を見終わった後に見に行くのだ。見たい話をすると収益化するまでにあと2000時間くらい足りない。だから必ず見に行ってチャンネル登録をした後ベルマークボタンを。できた。うわ、やばいね、めっちゃかっこいいねこれ。すごっ。はい、それではキットが完成したので、いつも通りいいところと悪いところでねレビューしていきます。っていうか、このキット先に言っちゃうと完成度高すぎて悪いところとかあんまりないんですけどね。正直関節のね、あのすり合わせとかするためにピンバイスとかも使わなかったし、マジでレベル高いと思います。まあ、いいところばっかしか言わないですけど、よろしくお願いします。はい、まずいいところのレビューなんですけど、まあ、なんといってもね、ケツがやばいですね。まずでかい。今までのフレーズベルクの素体の使い回しだと思ってたんですけど、まあ、明らかにね、一回りでかくなってるんですよ。以前アーテルのレビューでケツがなんか垂れてて嫌だっていう話したと思うんですけどね、もう これはね、なんかもうボデンって感じ。悪くないよ清水、ワンパーツでの存在感が半端ないですからね。というかこれもなんか踏み込んでんのか紐パンなのかわけわかんないですね。これ実物見ると結構言葉を失いますよ。えぐい。
2つ目としては完成度がくっそ高いってことですかね。まず武装モードにしてびっくりしたんですけど、足の構造、デザインとか可動範囲がどれをとっても最高なんですよ。最近のガンプラにも引きを取らない完成度なんじゃないかなと思うんですよね。すごいゴツゴツしてるように見えるんですけど、まあこれがよく動くんですよ。マガツキ発売前から色違いの予約とかしてましたけど、まあ相当力入れて開発したのが伺えますよね。これマガツキの腰にひっついてる刀のウェポンラックなんですけども、このマガツキの刀ね、鞘に収まってるんですよ。単刀2本と太刀が2本ですか、こんな感じになってるんですよ。個人的にすごいこれ気に入ってまして、 MSG ウェポンでマスターソードってのがあるんですけど、なんかねかっこいいんだけどこれじゃないっていうか、鞘が特殊だし微妙にセンスがピーキーなんですよね。まあ今に始まったことじゃないんですけど、 MSG ウェポンデザインしてるやつってマジでセンスないと思うんですよ。でもう廃盤になっちゃったんですけど、このサムライマスターソードってのがあるんですよね。これ私が結構昔に作ったジンダイちゃんで、これがさっき言ってた確かね、サムライマスターソードっていう MSG ウェポンだったんですよ。で、これがね、鞘に収まる上に、もうデザインもシンプルでかっこいいんですよね。刀って感じで。陣内インディゴバーに同封されてるキットです。まあ残念ながらこちらの商品はね、さっきも言ったんですけど、廃盤で手に入らないんですよ。まさかね、マガツキでこんなかっこいい武器が出てくるとは思いませんでした。もう刀はね、やっぱ、もうこうじゃなきゃね。まあダメなところなんですけどね、まあ、すごいさっきも言ったんですけど完成度高いキットなんで特にないんですけど、無理やりひねり出すとすれば、まあ、ここだけ残念ですかね。首の部分ですね。これね、女神デバイス方式の首なんですよ。これマジで必要あるんですかね。傾けないでしょ普通、折れてんじゃんもう。まあなんだろう、まあ、別にいいんですけどね、まあ、ただちょっとチラッと見えた時にやっぱ気になっちゃうんですよね。このジョイントがすごい気になるんですよ、このジョイントが。はい、ということで無理やりひねり出したレビューだったんですけども、これちょっとレビューと関係ないんですけどね、マガツキに使えるかなと思ってガンプラのなんだっけ不運再起だっけ買っといたんですけど、この組み合わせいいですね。馬自体半分固定モデルなんで、改造すれば暴れん坊将軍ごっこできますよ。おすすめです。概要欄に URL 貼っときますね、 Amazon のやつで。ことぶき屋でも一応馬はあるんですけど、まあ、あれね、なんか変形機構搭載してて1万円とかすぎるんですよね。バカ高いんで買わなくていいと思います。高すぎるだろ。素体はドスケベ、武装は気合が入ってるし、武器もよし、値段も6000円ちょっとと、お手頃、間違いなくね、このマガツキ名キットですよ。6月頃に発売される色違い含めて、まあ、多分再販されるまで入手はなかなか難しいキットですけど、もしね見かけたら必ず買ってくださいね。後悔しないと思います。はい、それではこの動画を見て、伊勢忍者キングダムのお城って完全にバンダイのステマだよね、安土城じゃなくてステマ城じゃんと思った方はチャンネル登録とベルマークお願いします。さよなら。サブチャンネルよろしくお願いします。